ウォルター・マーティ、ウォリー・シラー・ジュニアは、アメリカの宇宙飛行士、海軍軍人。アメリカ最初の有人宇宙飛行計画である、マーキュリー計画で選ばれた7人の宇宙飛行士中の1人。マーキュリー計画、ジェミニ計画、アポロ計画のすべてで、地球周回軌道以上の宇宙飛行を体験した飛行士は、シラーただ1人である。 宇宙に滞在した総時間は295時間15分になる。アメリカの有人宇宙飛行で3つの異なるプロジェクトで、それぞれ地球周回軌道以上の宇宙飛行を体験した飛行士はシラーとジョン・ヤングの2人だけである。アメリカ海軍の補給艦、ウォリー・シラーはシラーの功績を称えて死後に命名された。 シラーはニュージャージー州発見サックに生まれた。シラーの父親のウォルター・エイムシラーシニアは第一次世界大戦の間にスイスからカナダに移り住み飛行士としての経歴を積んだ。後には小型飛行機の曲芸飛行を行うようになる。母親のフローレンス・リーチシラーは夫と共に田舎の航空省で 曲芸飛行を行い、飛行機の翼上を歩いたり、見学者に遊覧飛行をさせて、生計を立てていた。シラーは15歳で、父親の飛行機を操縦するようになる。シラーはボーイスカウトに加わり、ニュージャージー州オラデルの第36分団のファーストクラスとなる。イングルウッドのドワイトモロー高校を卒業し、 1941年にニュージャージー工科大学に入学し、1944年に卒業した。その後海軍兵学校に入学、1945年に卒業し、アラスカの士官として任官したが、太平洋戦線に向かって出発した、翌日太平洋戦争は終結した。戦後、彼はペンサコーラ海軍航空基地でパイロットの訓練を受け、 空母の戦闘機航空団に配属される。朝鮮戦争が勃発すると、シラーは海軍から空軍へ派遣された交換パイロットの一員として韓国に休派された。最初は第136爆撃航空団の飛行小隊長として、続いて第154戦闘爆撃飛行隊の作戦士官として勤務した。 1951年から52年にかけて90回の作戦飛行任務に出撃し、その大半は回、回マイナス84によるものであった。シラーは、ミグマイナス15を1機撃墜し、他の2機に損傷を与えている。朝鮮戦争での功績で、空軍主君十字章と白楊付き航空メダルと受賞した。 朝鮮戦争が終わるとシラーは海軍のテストパイロットの任につく。チャイナレーク海軍兵器ステーションにおいてシラーは、海7ユーカットラスに搭載したサイドワインダーミサイルの試験を担当した。飛行教官及び空母艦載機パイロットの職を務めた後、再びテストパイロットに戻り、海 -4 ファントムの海軍での評価試験を、 行った。引退後は、自身の宇宙飛行の回想録などを共同執筆した。2007年、中飛腫による心臓発作で死去した。戦没者が埋葬されているサンディエゴのフォーとローズクランス国立墓地に埋葬されている。ありがとうございます。